どうも、大之助です。今回のテーマは、人間が死ぬ直前に後悔する三つのことについて解説していきます。というのも、人間というのは。 まあ、あの20万年ぐらい前から人類って繁栄してきてるわけなんですけど僕たち凡人が死ぬ直前に感じることとか後悔することって大抵似通っているわけなんですよね。っていうのもまあいろんな本とか読んでてあのまあ残酷な研究とか実験とかなんですけどターミナルケアってもう死ぬ直前のご老人とかに人生で後悔してることないですかみたいな風に聞いた人たちの意見を集めた書籍とかも読んでたりしたらやっぱりみんな。 大抵の人たちって瞬直前にあのなんか感じることって似たようなものがあるんだなっていうふうにあの僕自身思ってるわけなんですよね。ということは。 まああの自分自身のことを凡人普通の人間だと思っているのであれば大抵の人たちが経験してきたであろう後悔を、まあ、僕たちが若いうちに人生の前半のうちにある程度潰しておくことによって死ぬ直前に感じる後悔を少なくこの世を旅立てる、まあ、満,足満足した充実度の高い人生を送れるようになるんじゃないのかなということで、まあ、あの僕も含め皆さんもあの少しでも楽しい人生を送るためのヒントを皆さんにご提供できたらなというふうふに思いますで。まず先に結論からあのお話し すると、僕たち人間が進捗前に後悔する3つの柱っていうのは、人間関係と挑戦と健康ですね。この3つのことで後悔して僕たちはあのこの世を去っていくわけなんですけど、具体的にどういうことで、あの僕たちは後悔していくのかについて解説していきます。まず人間関係ですね。 僕たちはまあ人間関係で充実してますかっていうふうに言われたら大抵の人たちは充実してないですともう学校とか職場で面倒くさい人間関係と毎日絡まなきゃいけないからとてもストレスがたまりますっていうふうになりますよねただその一方でやっぱり人間はその社会的動物であって猫みたいにその一匹であの独立して幸せを感じられるようなにデザインされてるわけじゃないですよね、まあ、社会的動物で周りと協力するからこそあのここまであの地球上で覇権ああを取ってきたというか生態系の頂点に立ててきたわけなんですよねこれほどまでにあの 文明をあの発展することができたわけなんですよね <laughs> とはいえ僕たち人間の脳みそっていうのは20万年ぐらいまで狩猟採集をしていた頃からほとんど変わってないわけなんですよね。で狩猟採集をしていた頃っていうのはまあ人間の脳の大きさ的に維持できる人間関係の大きさってせいぜい150人程度っていうのがもう科学的にも明らかになってるんですよ。なんか学者のダンパーさんっていう人が発見したからダンパー数って言われてるらしいんですけどで現代社会って SNS の普及とか まあそのなんか職場の人間関係だったりとかであの僕,たち人間あの僕たち現代人ってもうたくさんの人に会いすぎなんですよね150人以上の人とあの毎日あのあ毎日というかあの、まあ、関わりを持ってるわけじゃないですかで正直うぞうむぞうとの時間を大,を大事にして家族との時間を切り捨てて飲み会とか行って。 いろんな人たたたちに媚びへつらったりとかしてたけどやっぱり僕たち凡人っていう僕たち人間っていうのは死ぬ直前でうぞうむぞうたちとの時間をもっと切り捨てて大事な人たちと過ごせる時間をもっと大切にしておけばよかったと。そして、まあ、あの家族とか親友とか、まあ、自分の人生というストーリーの中で主な登場人物にあたる自分にとって大切な人たちにもっと感謝を伝えておけばよかったっていうふうに、まあ、やっぱりその。 もう二度と自分の,その感謝の気持ちだったりとか自分の考えとか気持ちとかを伝えられなくなった状態であのな、まあ、やり残したこととか悔いが残るわけなんですよねとか自分の両親とか自分の子供だったりとかと仲違いしたままその決別してしまったとかもう二度とその言葉を交わせなくなってしまったっていうことに対して僕たちは後悔したまま死んでいくわけなんですよね。 でまあ、僕たち人間っていうのは、まあ、あの幸せも不幸もあのにもその人間関係の充実,充実度ってものすごいあの多,大なあの多大な影響を与えるわけなんですよね。まあ、例えばいろんな研究とかなんですけどあの職場で親友がいるとあの仕事に対するモチベーションが8倍になったりとか仕事の生産性が高まりますよだったりとかあの職場で仲のいい友達が3人以上いると あの給,料と給料の満足度と人生の幸福度が2倍になりますよみたいな研究とかもあったりするわけなんですよね逆に言ったら職場で嫌な上司がいるといろんな生活習慣病に発症するのにあのかかるリスクが20%増加したりとか嫌な同僚に与えられたストレスっていうのは仕事を辞めたとしても22ヶ月間ぐらい残ったりとか。 まあ、あの職場の人間関係とかも非常に重要ななわけなんですよねそれに,あのに人間の健康度もタバコを吸うとかお酒を飲むとかあの運動習慣をするあの、うん、毎日運動するとか睡眠時間を確保するとか健康的な食生活するとかあのそういうタバコとかあのお酒とかっていうのは禁煙禁止するっていうそういう生活習慣に気をつけることよりも人間関係が充実している人の方が あの健康度が高いみたいな研究とかもあるわけなんですよね。それぐらい、僕たちのもう心と体の健康度合いに直結する。あの幸福度の要素っていうのが人間関係なわけなんですよね。だから僕たち現代人っていうのはそのなだろう。この狭苦しい。特に日本って同調圧力が強くて、周りの面あの周りの顔色を伺って、あの僕たち生きてると思うんですけど。 ただ両手にゴミを5章大事に抱えて自分の大事な宝物を足蹴にして生活してるけどその生活ってあなたが本当にやりたいことなのって話なんですよね。<laughs> で、まあ、各のても 幼少期の頃とか、あのまああの学校の先生とか親とかにみんなと仲良くしなさいっていう風に言われて、まあ僕たちそうやって育ってきましたよね。だから誰からも嫌われてはいけないっていう風うな強迫観念とらわれて生きていて、その結果誰からも好かれようと八方美人に振る舞って、むしろ逆に嫌われていじめられたっていう経験があるわけなんですけど、いやーでむしろ僕は社会人になってから、そのどうでもいい嘘を嘘との人間関係とかバンバン切って、本当に大事な人たちとの時間を大事にあ大切にするようにしたわけなんですよね。家族家族だったりとか、まあこんなめちゃくちゃな人格破綻 僕とあの幼い頃から仲良くしてくれている地元の友達だったりとかとあの、まあ、人間関係絞ったらめちゃくちゃストレス減ってでまあ,あのなんだろう、まあ、どっかのいろんなコミュニティとかでも別にその、まあ、好き嫌いがあるわけじゃないですか,かあのなんだろう必ずそのま10人いたら1人は自分のことを嫌いな人間が現れるはずなんですよね。どんな人間ででああろろううとね例えイエススキリストであろうと でそういうふうにたとえ自分が配列されそうになったとしてもあの、まあ、別にこのコミュニティに嫌われたとしても自分の居場所はここにもあそこにもあるしなっていうふうに自分の精神的なゆとりを保つことができるわけなんですよ。大之助で言ったらそれこそ,そのなんか地元の友達だったり、まあ、高校時代の友達だったりとかあの社会人であのいろんなスポーツサークル行ってる時の友達だったりとか副業の仲間だったりとかいろんなところにコミュニティがあるわけなんですよね。だからあ別にお前らに嫌われたところであの全然あの俺の人生に名のせつかもないよっていうふうにおあの思えるようになったからこそ発 ビジンに振る舞う必要がなくなって、発泡美人にその媚びへつらう必要がなくなったからこそ、周りの人たちから見たら、そのなんだろう、まあ自然体で接してくれるようにな,なるというか、まああのダイノスケが僕が 打算んんとか裏表なく接してくれるから相手もなんか警戒心なくあの僕に近づいてくれるようになってなんだろう人間関係に執着がなくなったことによってむしろ人間関係が良好になる,良好になるという、まあ、なんだろう、まあ、アドラー心理学でいうと嫌われる勇気を持ったことによって人間関係が円滑になったっていうことが僕自身の体験談としてもあるわけなんですよね。と <laughs> いうこともあるからやっぱり人間関係を充実させることって人生の幸福度にすごい関わってるなというふうに僕自身としても体感してる次第なんですけど何せよ、まあ、幸せに生きたい。 就食前,前の後悔を少しでも減らしたいというふうに思うんだったら人間関係を見つめ直すというのも非常に効果的な方法ですね。であの人脈術とかあの人と初対面でもすぐに仲良くなる方法だったりとかそういう会話のテクニックだったりとかっていうのも別の動画で解説してるのでそちらの動画あの概要欄の説明の、えーと URL、概要欄の方にあの URL 貼ってるのでそちらの方も気になったら是非見てみてください。 とということで、その次、えーと、僕たち人間が侵食前に後悔すること。 その次の要素挑戦ですねであの、まあ、僕たち学生の頃とかもっと勉強しておけばよかったとか部活一生懸命やっておけばよかった気になる女の子な気になる異性にあの自分の気持ちを伝えておけ,おけばよかったみたいな風に後悔することってありますよね。で社会人で、まあ、なんとなくその社会の厳しさとか自分は才能ないんだっていうことを痛感させられてなんあの死んだ顔して人に言われたことを淡々とこなして職場と家の往復をして僕たち過ごしてると思うんですけどこのままだと学生時代の こととを後悔してるのと同じように30代40代50代,50代になってもっと若い時にああしておけばよかったこうしておけばよかったっていうふうに後悔する人生が確実に待ち受けてますよ。っていうのも 僕たち人間というのは挑戦しなかったことに対して無限の可能性であるよう親とか先生とかからあのたくさん勉強していい大学に入っていい企業に入ってで20代で結婚して子供を作ってそして家を買って車を買いなさいみたいな風になんかステレオタイプというかこういう生き方が幸せなんだよみたいな価値観を押し付けられてるかもしれないですけど。まあ、確かに大大個人としても <laughs> 勉強することは重要だし、いい大学に行った方がいいとは思うんですけど。とはいえ、その親例え親であろうと、他の人が敷いたレールをあの歩くことが通ることが、あなたの幸せとは限らないって話なんですよね。そして、あのまあ、仮にさっきお話ししたような例。例例を挙げるとするならば、あの皆さんが他人に言われた通り。 そのなんかあのどうでもいい相手と20代に結婚しなきゃいけない20代のうちに結婚しなきゃいけないという脅迫関連にとらわれてどうでもいい相手とまあ焦ってパートナーもうこいつパートナーでいいやっていうふうに思って結婚して子の子供を作ってそしてなんかローンを組んで車を買ったり家を買ったりとかしてその子供を育てたりとかその家のローンとか車のローンとか払ったりするのはあなた自身なんですよ。でアドバイスしてくるような,なんか先生とかあの ま、職場の先輩だったり、上司だったりとか、そして親とかがあなたの代わりにそのなんかローンの支払いだったりとか、子供の世話とかをしてくれるわけじゃないですよ。で、まあ、あの親は多少面倒見てくれるかもしれないですけど、親は自分より確実に先に死ぬんですよね。そんな風になって、あの操り人形として生きてきた責任を取るのは結局自分自身なんですよ。結局ま神様は僕たちを幸せにしてくれるわけじゃないですよね。自分を幸せにしてくれるのは自分だけなんですよね。あの。 まあまあ親もそうなんですけど先生もそうなんですけどその国だって会社だって自分を幸せにしてくれる自分を助けてくれるっていうふうに思ってて助けてくれました今までの人生学生時代いじめられてて自分を助けてくれるヒーローが漫画みたいなヒーローが現れてくれましたそんなことないですよね結局あのまあさっきお話したように自分を幸せにできるのに自分を変えることができるのは自分だけなんですよねであの たと、まあ、え親友だろうと家族だろうと365日24時間四六時中自分が死ぬまでずっと隣で居続けてくれる存在なんてあの自分以外いないわけなんですよね親友も家族も自分と違う場所であの暮らしてるわけじゃないですかでまああの実家暮らしをやめてどっかあの県外で一人暮らししてると,とかあの県外で働いて暮らしてるとしたら実家に帰るのってせいぜい年に34回とかじゃないですかってなったらそのまあ年間、まあ、多くて20日ぐらい。 そのあのなんか親の意見を聞くとしても36。5日意見を聞き、あのフィードバックをもらうのは自分自身なんですよね。自分の声あの何て言ったらいいのかな？36。5日意見を聞き続ける人物っていうのは自分の心の声なんですよね。だから、誰よりも親よりも親友よりも職場の同僚よりもあの職場の上司よりもあの耳を傾けるべきなのは自分の本心なんですよね。 もっと自分の正直にあのなんか行きましょうって話なんですよねじゃないとあのたくさんのうぞうむぞうの人たちの人生と同じように就職直前で挑戦についてあの考えながら後悔するってわけなんですよね。というのももっと若いうちから自分に正直になってキャリア転換しておけばよかった自分のやりたいことを貫き通せばよかったっていうふうにあの後悔する人たちがたくさんいるわけなんですよ。 で、まあ、別の研究とかなんですけど人間の幸福度っていうのは自分の人生を自分の意思でどれぐらいコントロールしているのかっていう自己コントロール感で結構左右されるわけなんですよね。というのも、まあ、例えばあのオリエンタルラジオの中田敦彦さんみたいに自分の好きなスケジュールで自分の好きな仕事内容であの、まあ、自分の好きなテーマを決めて。 自分の好きな裁量権であの仕事を進めることができるっていう人たちっていうのはまあそのなんかな他人に言われたことだけを淡々とこなすあの、まあ、決められた結構過酷なスケジュールで人に言われたことだけを淡々とこなしてでせっかく仕上げたものも上司の機嫌が悪かったりしたらやり直しになるみたいなそんなあの社畜と真反対な生活を彼らはしてるわけですよね YouTuber だったりとかメンタリスト d a i さんだったりとかねまああくまで一例なんですけど。で 逆に言ったら僕たち貧乏な社畜っていうのはその、まあ、あの幸せととは真反対の働きき方方いうか生き方をしてるわけなんですよね。まあ、だから社畜というか、まあ、雇われ人であの自分はそのどうせ才能がないからって死んだ顔をしてんだろう自分の才能を見限って人に言われたことだけを淡々,淡々とこなしてる人たちっていうのは確実にこの挑戦という分野で後悔をしてしあの死んでいくわっていうことは確定してるわけなんですよね。 でそんな人生を送りたいのであれば別にあのこのままあの何も考えずに毎日職場と家との往復をすればいいんですけどそれが嫌だ具体的にどうしたらいいのか分からないけど自分を変えたいっていうふうに思う方々はあのなんだろう例えば睡眠,を変える睡眠の時間を確保するだったりとかあの運動時間を確保するだったりとか。 食生活変えてみるだったりとか集中力を高める習慣やってみるだったりとか,あのなんか習慣化のテクニックについて学んでみるとか副業,に副業とか投資を始めてみるだったりとかっていうことを、まあ、できることから人間は結局その階段をあのなんだろう10段ぐらい飛ばして進むことはできないから一歩ずつ進むしかないですよね。 で、具体的にどういうふうに人生のステップを駆け上がっていくのかっていうのは、まあ、あの僕の別の動画とかでもそのなんか副業の方法だったりとかあのお話ししてるのでそちらの方もまあ気になったら見ていただきたいんですけどみたいなふうに自分は年だからとかもう遅いよというふうに思うかもしれないですけど。 まあ、あのこのままあのもう遅いよっていうふうに努力しない自分を正当化してただ年老いていくのかそれともたとえ 40, 40歳だろうか50歳だろうが自分の現実を受け止めてけど自分はその今からでも自分の人生を変えたいというふうに思って新しい一歩を始めるのかっていうのはあのまあ皆さんのなんかせ皆さんのじ自由に選択してくださいっていう話なんですけど、まあ、何せよ社畜はあの不幸を確定しやすいですよって話とそして。 あのまた別の研究なんですけど人間は人生の中で集中している時間没頭する時間の総量が多い人たちほど人生の幸福度が高ま,りやすいよ高まりやすいですよというような結果とかもあるわけなんですよね。これもまあ自己コントロール感と関わってるわけなんですけど集中している時没頭している時ゲームでもスポーツでも音楽とかでも何でもそうなんですけど目の前の作業に集中している時って嫌な感情ネガティブな感情とか世の中の喧騒だったりとか。 いろんなしがらみとか執着から忘れて、今目の前の今この瞬間だけに集中することができるんですよね。そして集中している人たちっていうのは脳がめちゃくちゃ活性化しているから、まあ,あの物事の習得とか成長も早いわけなんですよ。で、あの成長度合いとか飲み込みが早いということは 他の人たちよりも高い能力を獲得しやすいいわけなんですすよよねで。他の人たちよりも高い能力を獲得するということは自分の得意なことが明確になっているということ自分のその得意なことで他人,の他人を助けやすいということなんですよねで他人を助けるということはいや、まあ、他人に価値提供するということだからその見返りとしてお金があの、 あの結果的についてきやすいだから好きなことで生生ききていくっていいくう生き方を模索しやすすわけなんですよねだからこそ没頭する趣味があるとか没頭する時間が長い人たちっていうのは結果としてそのなんか圧倒的な個人というか他のうぞうむぞが持ってないような個性を手にすることができて結果的に自分の好きなことで生きていく未来を切り開きやすいってわけなんですよねだから自分は好きなことないよっていうふうに思うかもしれないですけど幼少期とか鬼ごっことかかくれんぼとかして一日遊んでたじゃないですかみたいなふうに。 そのなんかま、周りの恥とかがあの外文とか関係なく自分のスクいことに熱中してましたよねみたいな風に。 何でもいいからあの本を読むでもピアノ弾くでも何でもいいからできることから自分の好きな目の前の作業に没頭できる時間っていうのを一日の中で増やしていくことによって気づいたらそれが自分の転職になっていったっていう可能性もあるわけなんですよね少なくともまあ正直社会システムとか AI の発達によってあのベーシックインカムとか導入したら僕たち人間ってもうほぼ働かなくても生きていける。 ようなな社会構造がでできるはずなんですけどで実際に山奥にとやってますっていう和歌山県の限界集落に暮らしている人とか東京の年収90万円であの年収90万円で東京ハッピーライフっていうあの大原ヘンリーさんっていう、まあ、そういう隠居生活を20代のうちから送っている人とかあの生活コストを極力下げてほとんど働かずに生活している人たちも世の中にいるわけなんですよね。たただそのの一方で僕たちはそのなんかなんか周りからの あのなんかプレッシャーだったりとか見栄を張らなきゃいけないこれぐらいの生活水準を確保しなきゃいけない20代なんだから車を買わなきゃいけないとか30代なんだから家を持たなきゃいけないみたいなふうなあの脅迫観念というかあの固定観念というかまあなんか一,一種のステレオタイプにずっとプレッシャーに苛まれ続けている結果なんか自分の生き方とか自分の本心,と本心とかを見失ってなんか自分の。 その欲しくもないものを手にしちゃったりとかして、だからその欲しくもないものを手にするために働あの無限に働き続けなければいけないというどそこにハマっちゃってるわけなんですよね。で、あのそういう風になると一生お金のために働き続ける人生が待ち受けてるわけじゃないですか。で、まあ大抵あの一週間の中で五日働くとしたら、残りの人生のあのまあ七分あの七分の五ぐらいはずっと自分の好きでもないことでに人生が費やされるわけなんですよね。そんな人生楽しいですか。楽しいんですよ。 残り,その残りの人生の中で休暇とか自分の好きなことにモットできる時間が7分,7分の5を奪わわれるわけなんですよだったらあのなんだろう若いうちから多少無理してでもそのななんか本業の隙間時間で投資するだったりとか副業するだったりとか自分の好きな仕事の転職活動をするだったりとかスキルあの資格取得に向けてスキルアップをするだったりとかする方が。 あの人生という長いスパンで見た時にそのなんか幸福度が高まるんじゃないのかなっていうふうに僕個人としては思うんですけどまあ何せ一生社畜で言い続けたいとかあの現状を変えたくないっていうふうに思う人たちはあのまあ努力しない自分を正当化したらいいと思うんですけどまあともかくあの一つの物事に集中する時間とか没頭する時間が人生の中であの多い人たちっていうのは人生の幸福度が高まりやすいんですよっていう話なんですよね。 まあ、だからこそたくさんのことに挑戦しましょうと失敗を恐れずに挑戦しましょうと僕たちは幼少期からあの自転車とか最初い一発目から乗れた人ってケうですよねす珍しいっすよねであの僕たちはそのなんか最初はあの自転車転んだかもしれないけど何回も転んでいるうちにすりむいているうちにだんだんと乗り方慣れてきてあの自然と補助輪を外してあの焦げるように自転車を焦げるようになったわけじゃないですかみたいなふうに誰だって新しいことを始めようと思ったら必ず失敗するわけなんですよねだけど あの早いうちから始めて失敗してあの、まあ、行動して後から修正っていうふ風な生き方をすることによってどんどん新しい道が切り開けるわけなんですよね行動する前からどうせ自分には無理だっていう風に小さな世界に閉じこもっていたらそれは一生社畜の世界から出られるわけねえだろうって話なんですよね、まあ、だから後悔を少しでも残したくないんだったら挑戦していきましょうって話なんですよでまあ 仕事選びにおいてもお金だけを求めるなって話なんですよね。まあもちろんお金大事ですよ。大してもお金欲しいっていうふうに思いますけど、ただ、まあ、海外の研究とかでも幸せはお金で買えないっていうことが分かってるわけなんですよね。というのも、あの、なんだろう。えっ、ー、と、 まあ、アメリカ人を 500, 500万人ぐらい対象に行った研究なんで、まあ、日本人全員に一概に当てはまるとは言えない話なんですけど、えー、と年収が800万から900万ぐらいが幸福度のマックスになっててそれ以上年収が増えても幸福度はあんま上がらなかったよみたいな研究結果が明らかになってるわけなんですよね。でしかかも年収が400万円の状態から幸福度を5高めよう 年収をさらに400万円、まあ、要するるにに万万円円なる、ね、年収400万円から800万円に上がった場合幸福度が5%しか上がらないわけなんですよ。ほとんど上が,上がってないわけなんですよねっていうような研究結果とかも明らかになってるわけなんですよ。っていうことから何が言えるのかっていうとまあ世の中の人間全てがお金持ちになることができるわけないわけなんですよね。まあお金を持ってない人がいるから相対的にお金持ちが生まれるわけであって僕たち社畜全員がお金持ちになれるわけないですよ。じゃどうしたらいいのかというと例えば。 その幸福度がある程度マックスになるようなあの、まあ、400万円から600万円ぐらいまでを自分の力で稼げるようになってでそれぐらいの,、まあ、の稼ぐ力を身につけることができたら資産を獲得する力を手にすることができたらあの残りの時間はあのさっきお話しした人間関係を充実させるとか自分の,そのクオリティーオブライフとかあの ウェ,ルビーウェルビーイングを高めるために、自分の趣味のに没頭する時間を増やすだったりとか、家族と過ごせる時間を増やすだったりとか、自分の資格だったりとか、あの自分でりたいことに費やす時間を増やすだったりとか、自分の健康にもっと投資するだったりとか、っていうことをすることによって、人生の幸福度を高め,るんじゃない高められるんじゃないのかなって話なんですよね。で、えっ、ー、と、 まあ、なんであの僕たちがお金を求めるのかって話なんですけど、まあ、お金は確かにそのんだろうあったらいいわけなんですけどあの人の心を変えるわけじゃないですよね。お金っていうのはあくまで売っているものをその購入する選択肢が増えるだけであって不幸、まあ、を減らすことができるわけなんですよ。例えば子供に良い教育を与えることができるとか良い家に住むことができるとか美味しい食べ物を食べることができるとか。 不幸を減らすことはできるわけなんですけど結局奥さんとの仲を良くするだったり家族との仲を良くするだったり家族と楽しい思い出を作るだったりとかっていうのは自だからそのなんかめちゃくちゃ大金持ちだからといってめちゃその分幸せになれるとは限らないって話なんですよ。であの別の研究とかなんですけど、えー、と平均年収からあの年収が上位の10%に入るよりもあの奥さんとの関係がちょっとよくなる。 良好があのあの奥さんとの関係が良好になることの方が人生の幸福度が767%向上しますよ上昇しますよと、まあ、要するに8倍近く高まりますよというような研究だったりとか他にもあの自分の年収が、まあ、平均値ぐらいから上位1%だからまあ日本人で言ったら平均あの上位1%言ったらもう3,000万円以上とかですよね。3000万円以上とかになるよりも自分の健康状態が普通からちょっと健康になることの方が 幸福度が6531%上昇しますよって、6531%ですよ。桁一つ間違えてねって感じなんですけど、要するに、年収がめちゃくちゃ増えるよりも、ちょっと健康になることの方が幸福度65倍ぐらい高めることができるわけなんですよね。っていうふうになったら、あの、まあ、結局、その人間の体ってサイボーグみたいに入れ替えることができるわけじゃないんで、車、車みたいに、そのなんか、故障してる部分を入れ替えることができるわけじゃないので、だったら、そのなんだろう、その日頃から、 自分の体を壊さないためにそのワークライフバランスを守ってその自分の生きたいような生き方を貫くためにさっきお話ししたようにそのなんか職場の人間関係とか,なんか決められた短いスケジュールで理不尽な,そのなんか要求に耐えながら仕事するよりもまあフリーランスでも起業するでも何でもいいんですけどあの自分の裁量権が高い裁量権の大きい仕事であのお金を稼げるようになってストレス少なく 自分の大事な人との時間を確保して生きることの方が結果的には精神的にも肉体的にもストレス少ないし健康も大事にできてるしあの自分の人間関係も充実してるし幸せな人生を送れるんじゃないのって話なんですよね。まあ,いやあの好きなことして生きていくって言葉もあるわけ,わけなんですけど正直嫌なことして死なないっていう考え方も非常に大事なわけなんですよね。だからえっと まあ、お金は大事だけどお金だけにとら,らわれるのはやめましょうねって話なんですよねでじゃあ具体的にそのどうやってその仕事を選んだらいいのとか不幸になる仕事を選びの,あのポインなんか共通点って何なのみたいな話とかも別の動画でお話ししてるのでそちらも気になったら概要欄にリンク入れておくので見てみてくださいって話ですねでその次最後なんですけど健康ですねもう僕たち人間はやっぱり健康にあのなんか後悔しながら死んでいくことが多いわけなんですよねというのも、まあ、あの若い頃からタバコ吸ったりとかアルコール飲んだりとかもっとき健康に気を使う 使えばよかったっていうふうに寝たきりになったらとか体の自由が利かなくなった状態でになった時に今まで持っていたもののありがたみに気づくわけなんですよね。でまあもちろんあのその歯を失うこととか視力が悪くなることとかも同様なんですけどやっぱりその。 まあ、東大元暮らしっていう言葉もある通り、そり当たり前にあることってその当たり前にありすぎるから気づけないわけなんですよね。魚が水を自分の身のの身りににある水を知覚できないのと同じようにそしてあの僕たちがその実家暮らしで思春期の頃とか親がう陶とうしいっていうふうに思っていたけどいざ一人暮らししてそのなんだろう大学時代とかその職,職場そのなんか仕事を始めた時とかにそのヘロヘロの状態で夜遅く帰ってきてそこからご飯作るってまずもうほぼ厳しいじゃないですかほぼ無理じゃないですかとか。 その毎日家事,だ家事だけじゃなくてその自分の洗濯物を洗ったりとか干したりとかするううのもめんどくさいわけですよね家の掃除もめんどくさいわけですよねけど自分の親とかは文句も言わずにやってくれていたわけじゃないですかっていうふうにやっぱりあのいなくなって初めてその,あのその存在のありがたみとかを感じるわけなんですけど健康も全く同じでまあ僕たちが幼少期からあのずっと文句も言わずについてきてくれたこの体なんですけどやっぱりそのたとえ仮に僕たちがお金を持っていたとしても。 その健康じゃなかったら自分の好きな人と一緒に旅行に行くこともましてはそのなんかご飯に行くこともその食事に行くこともできないわけなんですよね。でそのなんだろうその目先のお金を得るため体験を手にするために自分の寿命を削ってそして結局あのこれまでお話ししてきたあの人間関係とかいろんなことに挑戦するだったりとかが叶わないような人生になるっていうのはそれって結 結局それがあなななたたたのの人生においててやりたかっっことなのって話なんですよね。結局自分の人生の,ろう,そくの,あのろうそくの長さをめちゃくちゃ削ってお金だけは残りましたけどあの自分の本当にやりたかったその挑戦だったりとか人間関係は充実しないまま終わりますっていう風になるのって果たしてそれが幸せなのかっていう風に言われたら、まあ、僕は嫌だなっていう風に思うわけなんですよね、まあ、だから健康は第一、まあの,まあの資本なんですよね。 であのさっきお話ししたようにその人間はサイボーグみたいにまだその体を入れ替える技術とか出てきてるわけじゃないからその自分の,その人生で1個,個しかないこの自分の体をもっといたわりましょうとじゃないと大半の人たちと同じように死ぬ直前でもっと健康に気を使えばよかったっていうふうに後悔しながら死んでいくわけなんですよね。っていう感じなんですけどまああの振り返ってみてどうですかあの人間関係とか挑戦するだったりとか健康に気を使うとか結構おろそかになってることたくさんありますよね。まあ、ただ まあ、人生はその何歳からでも変えることができるわけなんですよねそして才能がななくててもあの行動すするるるここととによよって変えでできるわけなんですよねで今からでも今からなんてもう遅いよっていうふうに思うかもしれないですけど大抵の世の中の人間っていうのはその自分の現実を見ずに目を背けてあのスマートフォンを見たりとかゲームしたりとか YouTube 見たりとか。あの 何だろうタバコ吸ったりとかアルコール吸ったりとかあのアルコール飲んだりとかあの飲み会に行ったりとかいろんな目先の快楽に逃げまくって現実から目を背けてそのまま衰えて死んでいくわけなんですよね。ただあなたはそんな人生を送りたいですかって話なんですよね。あの少なくとも自分の人生を変えたいというふうに思った時点で他のうぞうむぞうよりは一歩前に進んでるという証しなんですよ。であのまあ 自分は30歳とか40歳いってるからっていう風に思うかもしれないけど何も考えずにこのまま年老いていく人生より30代40代で軌路変更進路変更する方がまだまシじゃないっていう話なんですよね。自分が幼少期を思い描いていたそのなんか自分の理想の人格とか大人とかに近づく方法っていうのは目を背けることじゃなく現実に目を向けることなんじゃないのとだからできることから一歩ずつ始めていこうとそして人間は進食前であの大きく分けてこの3つの後悔をするわけなんだから。 これらの後悔をせずに、あの少しでも楽しかったっていうふうに思えるような日々を過ごしていくためには人生を過ごしていくためには何をしたらいいのかと、まあ、要するに健康に気を使ってそしてあの、まあ、日頃例えば小、えー、さなことに挑戦していくそのい,つもいつもは通らなかった道をあの通勤ルートに選択してみるとか。 他にもなんかあの投資用の講座を開いてみるとか,なんか副業について調べてみるとか1日1ページでいいからあの読書してみるとかあの1日5分でいいから朝散歩してみるとか何でもいいから小さなことでいいから挑戦してみるだったりとかあの気になったことを調べてみるだったりとか好奇心に従って行動してみるってことだったりとかあとは人間関係本当に大事な人間関係って何なのかなと上辺だけの付き合いとか自分のことを友達と思ってないような自分のことをそのなんかなんか使い捨てのマのように扱ってくるやつとあの仲良くするのやめようと。 であのまあ、自分の子どもの成長をちゃんと見届ける時間だったりとか自分のパートナーと過ごす時間をもっと大事にするとか自分の親友と相る打ちに会っておくだったりとかそういう人間関係を充実させておくことが僕たちの人生を充実させてあの、まあ、なんか楽しい人生だったなっていうふうに思わせる秘訣なんじゃないのかなっていうふうに僕個人としては考えていますということでいかがだったでしょうか今回の動画が面白かった役員だった参考になったなっていうふうに思っていただけたらあのチャンネル登録あのグッドボタンコメントをいただけたら嬉しいです。 ということで今回はこの辺で終わります。あの他にもなんか自己改善に関する情報とかを YouTube とか TikTok とか僕のブログとかでも発信してます。あの動画の概要欄の方にもそれぞれの SNS のリンク貼っているのでもし興味があったらそちらの方も見てみてください。ということで今回は以上。バイバイ。